平成14年台風第9号は2002年7月に発生し日本に接近した台風である。後に極地激人災害に指定された。進路図2002年7月14日、マーシャル諸島の近海で台風9号が発生しアジア名、フンシェンと命名された。命名国は中国で風神を意味する。台風は発達しながら北上を続け、 16日には、ウェイク島付近で非常に強い勢力になり、21日には、南鳥島の南の海上において、大型で非常に強い勢力にまで発達して、同東の西方を通過した。その後は、精神しながら若干勢力は衰えたものの、鹿児島県の屋久島付近を通って、九州の再会場を北精神し、26日には、韓国のチェジュ島付近を通過して、 27日に公海において熱帯低気圧に変わった。この台風は2002年に発生した26個の台風の中では最も勢力が強く、ピーク時の勢力は中心気圧920ヘクトパスカル、最大風速秒速50メートルであった。この台風の影響で全国で1人が死亡、2人が負傷した。また20棟の住家が一部破損した。 この台風による災害は後に局地激人災害に指定された。ありがとうございます。